八方塞がりとなり動きが取りにくい月です。下手な行動は控え効率化を図りましょう。皆さんこんにちは。松本翔雄先生のアシスタントをしております亀吉二号と申します。この動画では2024年3月の運勢、ラッキースポットやラッキーフード、吉方位などについてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで3月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2024年3月の白く木星の方の運勢についてお話しいたします。白く木星の方の3月の運勢は小吉運です。3月は中宮に開座しているのですが、中宮に開座するときは周囲を他の8つの星に囲まれることから八方塞がりと言われます。八方塞がれていますので動きが取りにくかったり、物事が少し停滞することが予測される月です。状況を打開しようと下手に動くと、さらに動きづらくなってしまいます。例えるなら、ほこりまみれの古い家屋の中で大きなうちわで仰ぐようなイメージです。ほこりが舞って前が見えなくなったり、余計片付けるのが大変になってしまいますよね。3月はこのような月ですので、下手に動くのではなく、現状の自分をしっかり見つめ直したり、計画を練り直し再スタートを切るような月にするといいでしょう。また効率化を求めることも運気を上げる行動の一つです。中宮には栄養や養分がない土地という意味がありますので、普段通りの行動ですと疲れが溜まりやすかったり、スタミナ切れを起こしてしまいやすいのです。普段よりも効率的な行動を心がけ、少ない体力でも効果的に動けるようにすることが大切となってきます。今自分がやっていることは一番いい方法だろうか、もっといい方法はないかということを考えるようにしましょう。じっくり考えてみると、効率化できることは案外たくさんあるものです。つい最近も食器の洗う順番を変えたら効率が良くなったというお話もありました。家事や仕事など何に対しても効率よくを意識することで、運気は上昇に向かっていくでしょう。3月の金運は小吉、対人恋愛運は小凶、仕事運は小吉、健康運は小吉となっております。この中で特に注目する点は対人運です。中宮に開座すると、いい時と悪い時の差が激しいと言われます。中宮には本来強い力が備わっており、運気にも大きな影響を与えることから、運気の吉凶もはっきり分かりやすいということです。3月の対人運は小凶と少し下がっていますので、注意しないと友人や家族との関係が悪化してしまう可能性があります。では何に注意すればいいのかというと、短気にならないということを心がけてみてください。本来白く木星の方は穏やかな空気を持っていて、短気な人はあまり多くないのですが、3月はちょっとしたことでイラついたり、せわしくて落ち着かなかったりしやすい月です。自分一人でイラついている分には問題ないのですが、周囲も巻き込んでしまうと大きなトラブルとなりかねません。気持ちを落ち着かせ、短気は損気と言い聞かせるようにしましょう。3月のラッキースポットは古本屋です。白く木星が開座する中宮には古いという意味があり、白く木星は紙という意味を持っています。そのことから古本屋があなたにとってのラッキースポットとなります。また古いものから知識を得ることも運気アップの方法ですので、自分に役立つ本を買ってみるといいでしょう。この後お話しする吉方位にこのような場所があれば、ぜひ足を運んでみてください。3月のラッキーフードはチーズです。白く木星が開座する中宮には発酵という意味があることから、チーズを食べると運気が上昇します。特にゴルゴンゾーラなどの青カビタイプのチーズがおすすめです。匂いが強烈ですので苦手な人も多いかもしれませんが、あなたの3月の運気を大きく上げてくれますよ。3月のラッキーカラーは黄色です。食べ物や飲み物にラッキーカラーを取り入れることで運気を大きく上げることができます。バナナやスクランブルエッグを食べると金運が上昇しますよ。先月から私亀吉二号がおすすめするパワーストーンをご紹介しております。パワーストーンとは特別な力が宿っていると信じられている天然石や鉱石を言います。自然の中で数万年の時をかけて作られるパワーストーンには大きな力があると信じられてきました。こちらでは今月皆さんに力を与えてくれ、そして厄災などから守ってくれるパワーストーンをご紹介いたします。今月ご紹介するパワーストーンは翡翠です。
翡翠は緑と白が混ざったような色の石です。九星気学の考え方で、その月の中宮の星が持つエネルギーを活用することで、運気を安定させ、いい気の流れに導いてくれると言われます。2024年3月は白く木星が中宮に開座しています。白く木星の本命石は翡翠ですので、翡翠を持つことで運気アップの手助けとなるのです。翡翠の歴史は古く、日本では縄文時代から加工されており、祭祀や呪術に使用されたり、勾玉に加工され、親しまれてきました。生命の再生をもたらすと信じられていたことから、奇跡の石とも呼ばれ、金よりも価値が高かった時代もあったそうです。現代では癒しやヒーリングをもたらしてくれたり、持つ人の願いを叶えてくれると言われ、非常に人気のあるパワーストーンです。この機会に手にしてみてはいかがでしょうか。神宮館オンラインショップでも翡翠を使った商品をいくつか販売しております。ご興味のある方は概要欄からご覧ください。3月の吉方位は西南方位、北方位です。自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると普段よりいいことが起こると言われています。神宮館 TV をご覧いただいている方で毎月の吉方位を活用すると運気が見違えるほど良くなったという方もいらっしゃいます。皆様もぜひ吉方位に向かって何か行動を起こしたり、お休みの日に出かけたりして、いい運気を手に入れてください。3月は白く木星が中宮に開座している月ですが、白く木星は草木や風という意味を持っていることから、風になびいている草原や草木を見ると運気が上昇します。回っている風車や風力発電もいいですね。自宅から見て吉方位にこのような場所があれば、ぜひ足を運んでみてください。ちなみに今回の背景映像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め風力発電を撮影してきました。こちらもお楽しみください。以上が2024年3月の白く木星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本昇雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話しすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は、一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や、電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方は、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方は、このベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたら、コメント欄にご記入ください。X や Facebook で毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。LINE での情報発信も始めました。お友達登録していただいた方には神宮館オンラインショップで使えるクーポンなどをプレゼントしております。ぜひご登録をお願いいたします。それではまた来月お会いいたしましょう。